皆さんこんにちは。スマッシュ TV です。元キング&プリンスで 2B 所属の平野翔さんが18日から22日にかけて世界を代表するハイブランドに身を包んだ姿を次々にインスタグラムに投稿し、ブランド撮影ごとに異なる表情を見せた平野さんの投稿が大きな反響を呼んでいます。このハイブランド投稿のスタートはルイ・ヴィトンでした。18日、デニム地のハーフパンツのセットアップに茶色のフーディを合わせたコーデを披露すると、19日にはエルメスを身にまとった姿を投稿。黒いムートンのアウターに前髪を無造作風に前に下ろしたレアなヘアメイク姿がファンをキュンキュンさせていました。21日にはジバンシーの画像を投稿。モスグリーンのセーターやダークブラウンなどアースカラー系ミリタリーっぽいコーデを披露しています。さらに22日はバレンティノで鮮やかなグリーンのコートに黒いパンツ、白いシャツにネクタイ姿、髪の毛をオールバックにしており、平野さんのキリッとした表情も話題を呼んでいます。ハイブランド投稿はそれぞれ70から90万件のいいねを記録する破壊力。怒涛の黄金週間を見届けたファンからは、毎日幸せ、もう何のご褒美ですか、毎日のワクワクありがとう、ここは美術館ですか、など多くのコメントが届いていました。また平野さんは9月25日にもインスタグラムを更新。ダンサーで振付師のリエハタさんとのコラボ投稿を行い、ダンス動画をアップしました。投稿されたのは約2分にわたる映像となっています。映像には序盤で今回の投稿に使われているパフダディ&ザ・ファミリーによるブロワーチェックの曲名が映し出されています。そして画面向かって右側より、平野さんとリエハタさんがステップを踏みながらフレームイン。その後はハッシュタグにリエハタコレオグラフィーとあるように、リエハタさんによる振り付けと思われるダンスが展開されていきます。映像はワンカメ一発撮りとなっており、最後にはフレームアウトしたかと思いきや、ぐるりと後ろ側を映し、驚いた表情の2人の姿を捉え、映像は終了となっています。投稿コメントには、クイーンアットリエハタ KING アットショーエイチでしょと記されています。初の長尺ダンス動画の公開にファンからは、最高すぎる、優勝優勝大優勝、大画面で見たいから YouTube でもアップしてくださいなどの声が多く寄せられていました。これまでに平野さんは楽しいというコメントとともに、スタジオのような場所でドン・トリバーによるゴーダウンに乗せて一人で踊っている40秒のダンス動画を投稿したり、他のダンサーとコラボレートした映像をポストしています。また最近ではリエハタさんとのツーショットも投稿していました。ダンサー、アーティスト、コレオグラファーとして活躍しているリエハタさんは世界的なダンサーであり、 BTS、TWICE などの K-POP アイドルやクリス・ブラウン、キング&プリンスなど有名アーティストの振り付けを数々手掛けています。現在はアーティストとして楽曲のリリースを立て続けに重ね、今月23日にはお台場ザ・ホープ特設会場にて開催されたヒップホップフェスザ・ホープ2023に出演。3万人の観衆を前に圧巻のパフォーマンスを披露しています。今回のイベントでは3万人の観衆を歌、ダンス、ラップで魅了していました。出演を終えたリエハタさんは、今日は3万人の前で人生初ラップ、歌、ダンスを披露、たくさん挑戦を込めてぶちかましました。終わった後涙止まらなかった、号泣と X に投稿。ステージではリエハタさんの楽曲Going In から始まり、その後も圧巻のダンスパフォーマンスを RHT リエハタ東京と披露。途中でフリースタイルラップを披露するなど、リエハタさんにしかできないクイーンオブスワッグと呼ばれるリエハタさんらしい圧巻のパフォーマンスでステージを締めくくっています。5月22日にキンプリを脱退すると同時にジャニーズ事務所を退所し、7月7日に滝沢秀明氏の事務所 2B に合流した平野さんは、9月28日には
表紙を務める雑誌「エルジャポン」特別版が発売されるなど、徐々に活動を本格化させており、今回のリエハタさんとのコラボダンスの投稿も今後の活動につながる布石なのかもしれません。一方で永瀬廉さん、高橋海人さんの2人組として活動を続けているキンプリ、11月8日にはニューシングルの発売を予定しています。それに先駆けて平野さんのダンス動画公開と同じく9月25日に新曲「愛し生きること」の MV が公開されました。2人の語りから始まり、世界が終わりを迎えようとしている中で一人の少女と出会い、希望を見出していくといったドラマ仕立ての映像になっています。2人の演技力を生かした MV を見たキンプリファンであるティアラたちは、映画のような MV に没頭してしまいました。想像以上に壮大な物語で引き込まれましたと絶賛の声が多く聞かれました。さらにあるシーンがティアラの想像をさらにかきたてているようです。 MV の終盤でとうとう世界が崩れ落ちてしまいます。ラストでは何もない砂漠を5人で歩き続けるシーンになるのですが、一度は離れ離れになってしまった5人がまた一緒になれることを匂わせているのではないかという声も聞こえます。 SNS 上でも、可能性がゼロなら意味深なことはしない、5人を諦めなくていいってことだよねと反応する声が多くありました。9月30日でジャニーズ事務所を退所する岸優太さんは、 2B で平野さん、神宮寺優太さんと一緒に活動するのではないかと言われています。こうした動きからもいつかはと期待してしまいますよね。今回の新曲は自分にとって大切な存在をどんな現実だったとしても受け入れ進んでいくことでできるというメッセージを込めたバラードとなっており、現在進行形で問題になっているジャニーズの性加害問題や、この問題が世間を騒がす以前に解散脱退となってしまったキング&プリンスに向けて再結成の可能性も感じさせる MV となっているようです。先述した平野さんのダンス動画のコメントには、 Just wait for itという一文もあり、それを待つだけというコメントは永瀬さんと高橋さんを待っていると考えるとすっきりするのではないでしょうか。また同じ日に投稿したことも気になりますね。離れ離れなし全員連れてくが現実になる日もあるのかもしれません。どんな形であれ5人揃って活動できる日を願っています。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。